まあ、総合栄養チュールあげました。あ、すごい、ゆきちゃんもうここでスタンバってる。はいよ。カリカリの残りの上にさっきのちょんまげちゃんの食べなかったダイソーチュールを下地にして、その上に総合栄養をかけてあげました。うん、頼むちょんまげちゃん、もうカリカリご飯食べたから今は来ないでくれ。さっきねちょんまげちゃんなでなでしたら尻尾ピンして可愛かったけど、みんなに平等にあげたいから。あと丸尾だよな、鳴き声はするんだけど姿見せねえかな。一応ね、丸尾くん用におけいさは準備してあげてんですよね。ロウ君がそれを食べてくれてるかが。じゃあこれ食べ終わったらおっちゃんは帰ります。明日は仕事で。もう腰の調子も結構良くなったんで、まあ、フル出勤できると思うんですよね。今はリハビリだから。昨日は4時間しか働いてないですけど、でその前の日は約4時間か、うん、すげえ食ってる。ちょっとね、様子見てまだ欲しがってるようだったらチュールね、まだもう1本で、ね、の総合栄養準備してるんで、それをカリカリにまた乗せてあげます。多分ねカリカリはあんまり食べないと思うの、いつもの流れだと。アップにしすぎちゃった。じゃあ様子見て、うん、いったんゆきちゃん、うん、痛て痛て引っかかれた、痛かった。ではちょっと様子見ます。